不正にモスクは、ヨルダンの首都アンマンの最も古いモスクの一つ。アブドゥッター一世が1923年に、建立した。この名は、アラブ大反乱の指導者、七夫妻イブン・アリーにちなんで付けられた。モスクは縦58.5メートル、横12.5メートルに達する。また、全牢と側廊を持ち、オープンエアアの中庭がある。2本のミナレットがあり。 右は高さ70メートル、左は35メートルである。市中心の不正にモスク。アンマンの最も古いモスクの一つ大、不正にモスクはアンマンにおいて実施された最初の建築プロジェクトだとみなされている。モスクの建物は1924年に始まり1927年に建設が終了したラグダーングーより先にあった。不正にモスクは ヨルダンの首都アンマンの中心にあり、ダウンタウンを通るマリクタラール通りの一番地にある。大きな中庭があり、また美しいイスラーム文様の浮き彫りでうちが飾られている。ウマイヤ朝時代の古いモスクの残骸の上に、モスクは建てられている。二人の地理学者が、そのウマイヤ朝時代のモスクについて記述していた。アブアブドゥッター・アムハンマド・ブン・アフマド・アルマクディシーは、その著書、 諸地方の知識の最良の分類で、ヤークーとアルハマウィはその著書、諸国の辞書で触れている。旧モスクについての描写はこうまとめることができる。中庭の三方は柱に支えられたオープンな回廊に囲まれ、そしてキブラのある壁の方を向いた。やはり柱に支えられた天井のある礼拝室から構成されていた。規則的な形に作られた石でモスクは建てられ、 モスクの中庭を向いているものの表面は多色のモザイクで飾られていた。不正にモスクの建物にはミックスコンクリートが使われている。それは1927年の地震で壊れた石造りの東のミナレットの先端一つに限られており、木製の先端に交換された。1940年代には中庭が拡張され、清め用の水場が真ん中に設置された。 また東のミナレットの2階分に近い高さの西のミナレットが追加された。ただし先端は石造りである。1986年から1987年にかけて広範な更新と補修作業が行われた。ありがとうございます。